この前のユニベール公演、クォーツすごかったよね。私も泣いちゃった。私も化粧ぐしゃぐしゃでやばかったもん。今でも思い出したら泣いちゃう。橘キサと白田美月のパートナーがすごかったんだってね。あの二人、冬公演のダブルジャンヌも良かったらしいじゃないか。新たな最強パートナー誕生じゃないの。ユニベールフォロワーとしてたまらないのは、どのクラスも全部すごいってことなのよ。クラス優勝したクォーツ、田中右中率いるアンバーはもちろんだけど、オニキスとロードナイトも良かったからな。ユニベール最後の公演を全クラス2年生中心の構成で決めてきたってのが熱いよね。来期のユニベールすごいことになりそう。湧いてるね、街は。まだユニベール公演が終わってもう1週間が経つのか。1週間経ってなお熱冷めやらぬ雰囲気。先輩たちは卒業の準備中、私たち在校生は学校の授業を受けながら自主練習に励んでいる。公演に向かって駆け抜けるような日々を過ごしていた私たちにとっては、自分と向き合うために与えられたほんのわずかな休息時間かもしれない。私はこれからもユニベールにいられるんだ。でもユニベールにただいられたらそれでいいってわけじゃない。みんなと切磋琢磨しながら舞台を作っていくことに意味があるんだって、この最終公演が教えてくれた。気持ちを新たに頑張らないと。みんなもきっと新しい目標を探して見つけて励んでいるんだろうな。白田先輩だって。今日は土曜日、みんな何をしているんだろう。お、様子を見に行こう。またみんなのとこに行くのかな。じゃあ今回も1年生図から行こうかな。1年生図といってもまあ2年生図はいないんだけど、そうちゃんから行くか。あ、キサちゃん、お疲れ様。お疲れ様。稽古してたんだね。うん、でもな、今回はあんまりそうちゃんの目が気にならなかったような気がする。やっぱ鈴だとあれかな、同期っていうこともあるし燃えちゃうのかな。うん、最終公演で自分はまだまだだって痛感したから。え、でもそうちゃんのイザクすごく良かったよ。ありがとう。でもやっぱり足りないんだ。王国の獅子やラストでオーバーザウォールを歌うキサちゃん、本当にすごかったから。変わることがない国の垣根を壊そうと命を懸けて歌う獅子やがそのままキサちゃんに重なったよ。キサちゃんがクォーツを優勝に導くために歌っているのも伝わってきた。それに白田先輩もさ、歌を、自分が大事なものをキサちゃんに託したんだよね。その覚悟がさ、すごいなって。二人が信頼し合っているのが分かって叶わないなって思ったんだよ。だからさ、決めたんだ、来期頑張ろうって。僕も三年の先輩たちの意思を引き継いでクォーツのために頑張る。だからこれからもよろしくね、キサちゃん。うん、そうちゃんならできるよ。いい先輩になれそう。ん？お、立花、お疲れ。早く次の公演やりたいよな。急にどうしたの？急じゃねえよ、もうずっと考えてんだ。最終公演終わってから早く舞台に立ちて。舞台、次は新人公演だね。はあ、新人公演って響きが懐かしいわ。でもその懐かしいものが新しいものに変わってくんだな。どんな公演になるんだろう。内容とか配役とか。3年の先輩たちはいないんだよな。最終公演でさ、なんで白田先輩
あんなに割り切って頑張ってんだろうと思ってたけど、これからのクォーツを考えてたからなんだよな。それにさ、白田先輩、お前のことも心配してたと思うんだ。え？だってほら、3年の先輩たちが抜けた後、お前めちゃくちゃ頑張りそうじゃねえか。確かに。つうか、頑張るだろ。頑張りすぎて無茶すんだよ。お前が無茶するのなんて、いつものことじゃねえかって感じではあるんだけどさ。それをサポートできる人がいるのといないのとじゃ、全然違うだろ。今になって考えてみるとさ、お前が無茶したとき、いつも3年の先輩たちがそばにいたんだ。うん。白田先輩はさ、そういう3年の先輩たちみたいに、お前のことを支えたいんじゃねえのかな。白田先輩。それに、白田先輩って、お前のこと好きだと思うんだ。バレてる。え？いやだって、新人公演の時からずっと、お前には優しいじゃん。俺と比べて言ってるわけじゃねえからな。俺はいつも騒がしいって怒られてばっかだし。お前といる時の白田先輩、いつもより表情が柔らかい。なんか楽しそうなんだよ。お前と白田先輩がこうやってパートナーになったのも納得だわ。ちょっとだけ悔しいんだけどさ。え？だってお前と最初に組んでたのは俺だし、それこそ新人公演で俺がジャックエース、お前がアルジャンヌ。そのお前がジャックエースって、ほんと追いかけがえのある同期だわ。悔しいから俺もっと頑張る。俺もお前と一緒にクォーツ支えられるようにさ。うん、なるほどね。なんかいろいろ気づかされたな、今のすずとのトークは。ああ、確かに美月そんな考えがあったんだろうなって。おう、キサカ、お疲れ。今日はこれからミツと稽古すんだぜ。え、白田先輩とですか？うん、最終公演が終わってからずっと稽古つけてんだ。ミツに頼まれてさ、俺がいるうちに学ばせてくださいってさ。そうだよな、フミのダンスは独特だもんな、高階流が入って。ミツが1年の時稽古つけてくれなんて頼んでくることなかったんだけどな。ミツが自分から何かを求めてそのために努力してるのが見られて嬉しいわ。王国の獅子屋の舞台でも言ってましたよね。ああ、そんなセリフねえのにな、言わずにはいられなかったんだ。あのアドリブんとこな。アドラも同じ気持ちだったからさ、お前のおかげだ。え？いつもクォーツのために全力で尽くすお前の熱がミツに伝わったんだよ。ありがとな。いえ、フミさんや3年の先輩たちの影響あってのものだと思います。シロト先輩言ってましたから、3年の先輩たちにクラス優勝を取ってほしいって。クラス優勝を取らせたいって。白田先輩にとって3年の先輩たちはやっぱり特別なんだと思います。そっかありがとな。クラス優勝俺の手でって思ってた。俺がやんねえとって。でもお前が教えてくれた、クォーツのみんなで戦えばいいんだって。だから俺たちは来季にかけようと思ったんだ。お前たちが取ってくれればそれでいいってさ。なのにそんな俺たちの考えなんか飛び越えてクラス優勝取っちまうんだからな。はあ、やっと本当の意味で解放された気がする。報われたのかもしんねえな。お前も頼もしくなったよ。入試で俺の模範演技見ながら踊ってた頃が懐かしいわ。
そいつが新人公演でアルジャンヌに選ばれて、最終公演じゃジャックエース、一年のうちにアルジャンヌとジャックエースを経験できるやつなんてそうそういないぞ。最終公演の舞台でもさ、お前の背中誰よりもでかく見えたよ。少し懐かしくなるくらいにさ、キサ、クォーツにユニベールに来てくれてありがとうな。なんかあれだわ、フミと一対一で話してるとどのルートでもフミルートになってるような気がする攻略されてるような気がするんだけど、どのルートでも。これからも舞台で踊り続けろ、約束ね。なあこの色気は。おかしいな。あ、橘か。晴れやかな表情をしているな。え、そうですか。お前はいつもひっそりとした憂いや解消されない焦りを抱えているように見えた。だが今は晴れやかな顔をしている。最終公演で何かを掴んだんだろう。王国の獅子や。お前と美月のコンビはお互いがお互いを必要として信頼し合っているのが伝わってきた。感慨深いな。美月が1年だった時、誰とも関わろうとせずに一人楽譜を見て歌っていたんだ。あいつが2年に上がる時、後輩とどう関わっていくのか気になっていた。だから新人公演の準備期間中、黒人に言われたとはいえ、美月がお前に稽古をつけたと聞いて驚いた。そのうち美月がお前と一緒にいる姿を見かけることが増えて、人との関わりを避けてきたからこそ慣れないことも多かったようだが、お前と過ごすことで着実に成長していた。そんな美月の成長とお前の人を変える力が俺のことも救ってくれたんだ。冬公演、お前たちが俺に手を差し伸べてくれていなかったら俺は腐っていたと思う。卒業とともに歌劇の世界も去って、ユニベールの3年間を時折振り返っては懐かしさと寂しさに胸を痛めていたのかもしれない。神父の役な。お前たちは俺に前を向かせてくれたんだ。感謝している。感謝してもし足りないほどに。そんな、私の方こそカイさんにはたくさん助けてもらいました。クォーツのジャックエースがカイさんでよかったです。カイは本当に、なんだろう、分析力とはまた違うんだよな、カイの目は。そうか、ありがとう。新人公演でアルジャンヌだったお前がジャックエースになるとはな。感情を読み取るというか、本当にすごく空気が読めるというか、空気感情が読めるというか。ユニベールには様々な要素が関係してジャックを諦める人間がいる。ジャックに限ったことでもないな。ジャンヌ志望で入ったのにジャンヌになれなかった生徒だって。お前のジャックエースはそういう人間の希望になるはずだ。そっか。お前は可能性に満ちていて、これから先も舞台に立つたびに新しい姿を見せるんだろう。隣にはきっと美月がいる。信頼できるパートナーがいるというのは幸せなことだ。信頼できる後輩がいるというのもな。カイさん、応援している。お前たちのこと、これからのクォーツをよろしく頼む。はい。そっか。いやー、また気づかされたな今回めちゃめちゃ気づかされるようなことばっかり。ああ、橘くん
ところに来た。片付いてないんでしょう、部屋が。ちょっと本を片付けるのを手伝ってくれないかな。あ、何、ちょっとだ。ちょっとですか。人によってちょっとが示す物量が違うことだけは先にお伝えしとくよ。わかりました。じゃあこの辺から。あー、ダメ。え、別の場所からした方がいいですか。いや違う、労力としてではなくリフレッシュとして君を扱うことにした。どうだい、コーヒーでも入れてあげよう。僕とおしゃべりしなさい。ネジ先輩、コーヒーです。すまないね、結果的に君にコーヒーを入れてもらって。さっき入れてあげようって言ったよね。いえ。それにしても見てよこの部屋。卒業までに片付けろって言われたんだ。そんな蓬莱の枝を取ってこいみたいなことを。クォーツの思い出としてこのまま残してくれてもよくない。あ、そうだ、いっそのことここをクォーツの組長部屋として引き継いでいくってのはどう。組長、白田先輩がですか。なるほど、怒るね、嫌がるね。それにしても最終公演が終わって1週間か。いい舞台だったね。僕、卒業したくなくなっちゃったよ。留年できないかな。え、なんかあれだわ、容易に想像できるな。ネジ先輩が留年 してもなんか違和感ねえんだけど。だってさ、今の君たちで書きたいものがたくさんあるんだ。特に君と白田くんコンビね、あんなすごいもの見せられたらそうなるよ。でもそんな心残りも何もかも全部ひっくるめて君たちに託して卒業していくよ。水はとどまれば腐る、人も同じ。清く流れ続けることがクォーツをより美しく輝かせるよ。それにしても懐かしいな。アンバーからクォーツに転化したとき、白田君、僕のことを警戒していたんだ。その彼が僕の次の組長。まあ今でも警戒されてそうだけど。でも信頼していると思います、ネジ先輩のこと。君が言うと信憑性あるね。僕も君のこと信頼してるからね。君はいつも僕の期待に応えてくれるから、ついつい難しい課題ばかり与えてしまったよ。僕の思いが至らず芯から折ってしまいそうな真似もしていた。それに気づいたのは冬公演だったね。オーラマハベンナ、チッチがルキオラの胸で泣くシーンは今でも鮮明に思い出せる。あの姿を見て、君は僕が考えている以上にたくさんのものを抱えて苦しんでいたんだろうってことを知ったんだ。そんな君を白田君が救ったんだろうね。チッチを救ったルキオラみたいにさ、白田君といる時の君は穏やかに呼吸ができているように見えるよ。だから君は王国のシシアでオーバーザウォールを歌えたんだ。真に迫る歌声はシシアとカルロ、君と白田君が強い絆で結ばれているからこそ紡がれた愛の歌だ。愛の歌。白田君はきっといい組長になる。でも彼もまた支えが必要な人間だ。どうかお互い助け合い、クラスを盛り上げていっておくれ。よろしく頼むよ。はい。ああ、立花。校長が呼んでいた。今から来られるか。校長先生が？わかりました。すぐ行きます。よう、立花。どうだ？ユニベールでの一年を終えて。楽しかったです。そうかそうか、苦難をものともせずに突き進んできたお前らしい言葉だな。どんな状況でも楽しめる奴の方が強いってこった。お前はこの1年間でクラスに必要とされる人間になった。大したもんだよ。お前が女だってことが世間にバレたらユニベールにいられなくなるのは変わりねえが、貴重な人材を失いたくねえんだ。気を引き締めてこれからも励めよ。
はい、うん、なあ覚えてるか、俺が声をかけたあの日のこと。神社の前でね。神社ですか。立花月は天才だった。お前はどうだ。ああ俺はお前に、立花月は天才だった、お前はどうだって尋ねたな。お前も天才だったよ、立花貴様。このユニベールでお前の夢を叶え続けな。はい。はあ、まぶしいね。目がくらんじまうわ。白田美月に女だってバレてることが見えなくなっちまうくらいにさ。ま、あの二人だったらうまくやれそうだな。そ知らぬふりでしばらく見守ってやろうぜ。美月にバレてることを、バレてることを知らないっていう、美月にバレ、女だとバレてることを、校長たちにもバレてることをヒサは知らない。小さい頃、月兄とそうちゃん、私の三人でやった演劇ごっこ、ユニベール劇場で見て憧れた華やかな舞台、夢を諦めようと必死だった私、その夢をつないでくれた校長先生、試験を受けて合格してユニベールに入学することができて、公園に向かって同期や先輩たちと駆け抜けてきた。白田先輩と仲良くなって、そのせいで白田先輩を苦しめてしまったけど、白田先輩は私を受け入れてくれて、最終公演はパートナーとして舞台に立てた。あっという間の1年だった。またここから新しい1年が始まるんだ。2年生か。みんなと一緒に、白田先輩と一緒に。立花。あ、白田先輩、お疲れ様です。ここにいたんだ。何してたの。さっきまで校長先生と話していました。ここはね、よくね、カクトとエンカウントするからね、気をつけた方がいいよ。結構野生のカクトがうろついてるからね、ここは。僕はフミさんに稽古つけてもらってた。クタクタだよ。ジャンヌの指導を受けているんですか。ああ、決めたからさ。決めた。何を。今時間ある、ちょっと話そう。僕、アルジャンヌもトレゾールも続けていこうと思うんだ。どちらもですか。ああ、最終公演で優勝して来季に挑むための力をつけたとはいえ、厳しい戦いになるのは変わりない。田中美希はどんどん成長していくだろうし、アンバーの一年たちだってな。自分にできる範囲のことをしていても引き離されるだけだ。それなら自分ができることの最大値を求めていった方がいい。それでアルジャンヌとトレゾールを。ああ、それにその方がクラスとしての幅も広がるだろう。クォーツのために険しい道を選んだんですね。僕のためでもあるんだ。僕さ、夢ができたんだよ。え、どんな夢ですか。お前と舞台の上で思いっきり歌いたい。あー、そっか。今回みたいにジャックエースとアルジャンヌとして、冬公演の時みたいにお互いアルジャンヌとして、あとはお前がジャックエースかアルジャンヌで僕がトレゾールもいいな。お前と一緒に全力で歌いたい。それが僕の夢になったんだ。そんな夢を見たくなるくらいお前のオーバーザウォールが良かったんだ。
お前の歌声を聞きながら胸が震えたよ。僕もカルロも、カルロさ、シシアとの別れの時間がじわじわと近づいて、どうしようもなく悲しいはずなのに、シシアの歌に抱かれて、ただただ幸せに夢を見ていたんだ。シシアと一緒に歌えたら素敵だろって。自分だけが歌うんじゃない、シシアにだけ歌わせるわけじゃない。声も思いも重ねて一緒に歌えたらどんなに幸せだろうって。最後の最後まで思い続けていたんだ。僕も一緒だ、お前と歌いたい。そのために自分の全てをかける価値がある。カルロみたいにさ。カルロ、最後までついてきちゃったシシアには困ったかもしれないけど、シシアに綺麗な発音で歌うように名前を呼ばれたら許してしまうんだろうな。名前か。あ、呼ぶのかな。キサ、ミツキ。羨ましいな。え？カルロの名前を呼ぶお前の声、甘かった。頭の真ん中が熱くなって、好きな人に名前を呼んでもらえる愛しい感情、僕はまだ知らないや。呼ぶのか。名前、白田先輩。何？あの、美月さん。今のは少しだけ良かった。褒めてあげる。あ、カルロのセリフ。なんだか歌いたくなってきた。ねえ、一緒に歌ってよ、キサ。そしてこのエンディングね、一緒に歌ってよキサ。はい、ということで、白田美月ルートをやってきましたけども、個人的にはですね、鈴ルートと張り合うぐらい青春だったかなと思います。特に2年生同期ですね、77期、途中からまあ意気消沈というほどではないけども、まあ美月が何て言うんだろうな、カツを入れるというか、緑川とスガチ、途中からまあお互いに何て言うんだろうな、負けないぞというか、拳あってというかね、走り出すシーンは熱かったですね。あと、美月の変化ね。もう、完全に先輩の顔になっちゃって。あの、前日、最終公演前日の、美月の宣言ね。あそこのシーン、完全に、組長の顔でしたね。3年生、組長の顔。ますますね、やっぱ続編が欲しい、このゲーム。うん。気になることが多すぎる。そうちゃん、すず。
三月、学年が一つ上がって、キサやソウちゃん、スズ、あ、大鳥もねついでみたいに言うけど、大鳥も2年生になって、大鳥気になるな、どういう2年生になるんだろう。1年生ね、入ってくる、次入ってくる1年生もどんな1年生が入ってくるんだ、絶対手の焼ける、なんかね、それこそカクトとか、うつりみたいな、ちょっと小生意気な、実力はあるけどすげえ小生意気な1年生が入ってきたり、それに対して3年生になった美月がどういう対応をしていくのか、その美月をどうキサが支えていくのかみたいなね、気になりますね、あと、まあラストの田中美希だね。田中美希も同期を意識したっていう、まあそんなんね、全然俺は気にしないみたいな、そういう性格だったじゃないですか、自分だけみたいな、俺はもっと高みに行く、俺はみたいな、ユイが独尊みたいな、それがまあ同期の一員としてというかね、もう同期会やれよ同期会頼むから、お前らちょっと同期会やってくれ、思いましたね。うん、白田三月ルート、なんかよかったわ、ストレートに。なんか若干他とはな、雰囲気が違うの、なんだろうと思ったら、そんなにね、なんか甘々な恋愛というか、スズルートって青春とね、その甘い部分を結構掛け合わせると思うんだけど、美月はね、中性的だったからかな。はあ、やっと終わった。ちょっともうちょい喋らせてほしいんだけど、あの、信頼関係を求めてた場面あったじゃないですか。ちょっとギスっちゃった時。まあ、あの時でちょっとね、美月ルートの見方がね、まあ、若干変わったかな。やっぱ、信頼っていう言葉がこのルートには当てはまるような気がするな。うん。恋とか愛とかっていうより、信頼関係というか、ね。そういうのを感じましたね。お疲れ様です。どうでしたか？入試のお手伝い。大変。それ以外の言葉が出てこない。ほんと。こういうこと向いてないんだよな。お前の方がうまそう。それでもちゃんとやってきたんだから偉いです。まあ組長だしね。あれ、でもネジさんは去年不参加。いや、ネジさんは参考にならないな。スガチはミノリカも参加してたし、あいつらあらかじめ台本もらって稽古してきたのかってくらい動けてたよ。スガチは模範演技、顔色一つ変えずに踊り続けてた。体力どうなってるんだ。ミノリカは歌が上手い受験者がいないか必死で探してたな。クォーツにはどんな子が入ってくるんでしょうね。お前、後輩の面倒ちゃんと見そうだな。私も新人公演の時から白田先輩には稽古をつけてもらっていましたから、私もできることはやっていこうと思います。いや、そうじゃなくてさ。ん？後輩のために走り回るのはいいけど、後輩に夢中になりすぎて僕のこと忘れるなってこと。あと、一人で抱え込むのなしな。それこそ僕は組長なんだから。はい。新しいクォーツが始まるんだな。きっと大変なことだらけだろうけど、お前がいるから大丈夫だろう。一緒に頑張っていこう。キサ。